これが最新モデルのカーナビか。しかも自動運転なのね。ガイド役は2人から選べるんだ。じゃあこの元気いっぱい腹ペコプリンセスにしようかな。私がガイド役のペコリーヌです。よろしくお願いしますね、キャルちゃん。なんで初回起動で名前知ってるのよ。今日はどこまで行きますか。今日は図書館に行きたいの。お任せください。ポーン、ルートを検索しました。ご飯屋さん5軒に寄れるこのルートをおすすめします。って目的地増やすな。最短ルートで頼むわよ。安全運転でスタート。ポーン、 500m 先、おすすめの唐揚げ専門店です。寄っていきませんか。行かないわよ。私は図書館に連れてってほしいの。ポーン、 700m 先、美味しい蒸し料理屋さん。執念の鬼か。行きません。ポーン、お腹ペコペコで動けません。案内を終了します。ちょ、勝手に終わるな。このナビはダメそうね。もう一人の癒しと真心でご案内、本家ガイド役に変えてみよう。私がガイド役のコッコロです。よろしくお願いいたします、キャル様。名前呼びはともかく、さっきのよりはまともそうね。ポーン、引き続き図書館までお導きいたします。普通の案内で助かるわ。ポーン、主様のお昼ご飯の時間になりました。案内を終了します。せめて片方は残れ。プリコネチャンネルリダイブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす、ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす、コッコレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす、キャル役立花梨花です。はい、今回のオープニングショートでドントンドンドンドンコント台本は、はい、プリコネームアトリアさんの投稿でした。いやーすごい、素晴らしい、対策。あのさ、エンタなる神様のあの品内ほほもりさんみたいな。私もなすごいコントの始まり方やって。いや、ちょっと面白い、面白かった。実際にこのナビシステム欲しいな。あー、そうですね、役に立つかはどうかかどうか。可愛いですよね、きっと。面白そう。さてさて、今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題はこちらです。プリコネーム炊きたておにぎりさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、おいっす。先日ふとコッコロちゃんが大人になったらどうなるのだろうと疑問に思いました、うん、大人になっても主様一筋なのか、背は伸びたのか、きっとクール系美人さんなんだろうなとか妄想がはかどりました、うん、大人美人なコッコロに今と同じようにお世話されると理性がどうにかなりそうですよね、わら。確かに。そこで皆さんに質問なのですが、大人バージョンが見たい、もしくは子供バージョンが見たいプリンセスはいますか。よろしければ教えてください。うわー、悩ましいな。みんな見たいさ、それは見たいさ。みんな見たいけど、私はちょっと性格が歪んでるせいかもしれないけれども、はい、ちょっとアンナの大人になった時に会ってみたい。あー、どっちに行ってるのか。ねえねえ、包帯ってさ、その時巻いてたやつなんだってのとか、ちょっとやめてよ。書いてたさってノート。やめてって。昔のことよって。ちょっといじって遊びたくなっちゃうかな。かわいそうに。私はもうじゅんさんの小さい頃かな。じゅんさんの小さい頃に会って、怖くないよ、一緒に買い物行く、アメちゃんいるって言って、怖そうだな、一緒に行こうねって公園から連れ出して。怖そう。絶対についていっちゃダメだよ。大丈夫、怖いことは何もしないよって。なんか欲しいものはある。これは事案ですね。これは良くなさそうですね。何もかも与えて、じゃあそろそろお母さん心配するから帰ろうねって連絡はした、ね、って言って家まで届ける。優しい。優しいタイプだ。優しかった。ちゃんと家まで届ける。優しかったよ。ええー、そ
それで言ったらクリスティーナさんとかも、うわー見たい見たい、ちっちゃい時どう、ちょっと想像があまりできない、確かに小さい頃からからちょっとハッハッハッって言ってたのあ、でも言っててほしい、なんかそれはそれで可愛いですよね。お母さんの後ろに隠れてこうちょっとおずおずしてたりとかしたら一体どの段階でそう何があったんでしょうかってなる、見てみたいですね。面白いな、確かに。あ、いいな、いや、いいな、面白い、うん、面白い、気になるな、気になるな、みんな髪とかもね変わってるんでしょうね、確かに止まらないな、止まらないな、さあ行こうかしょうがない、そう行きましょう。さてプリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームそしてアニメプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第215回、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ、改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのケル役立花梨花です。今回の番組前半はこちらのコーナー、推しプリー。はい、こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。うん、いっぱい来てますよ。やったー。まずはプリコネームわたぼうしさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっすー、おいっすー。私の推しプリはルカです、うん、なんといってもかっこいいですよね。かっこいい。キャラストーリーの8話なんてもう、うん、私はどちらかというと自分が引っ張るより引っ張られたい方なので、ルカさんにグイグイ引っ張ってほしいです、うん、時々見せる可愛い表情もとってもグッドですよね。ルカさんのいいところもっともっと見てみたいです。サイゲームス様、ぜひお願いしますと。お願いします。いいんですよ。かっこいいですよね。そうなのよ。お顔ずっと見てたい、うん、いや、なんかほんとキャラストーリーっていいよね。なんかすごい今更だけど、掘り下げられてたまらない。みんながみんな好きになる、そういうのを見たかったんやっていうやつを見せてくれる、うんうん、あいいですね。いい。しかも第8話のあのタイトルが、タイトルが、いや、ちょっともうぜひみんな、みんな見てくれ、見てくれよな、見てくれよな続きましてプリコネーム J さんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっすー、おいっすー。初投稿です。あらよ、こそこそ。私は3周年記念からプリコネを始めたのですが、うんうん、そんな私の推しプリはサレンちゃんです。わお金持ちのお嬢様なのに他者を思いやる優しさと庶民的な感覚を持ち合わせているギャップに惹かれました、うん、しかも先日キャラストーリーを読んで幼馴染設定があることを知ってますます好きになりました。おーほー。スタイルよし、性格よし、ゲーム的には通称水着クリスマス全部強いと隙がありませんこんな子がそばにいる騎士くんが羨ましい限りですということですね。確かに、そうね、強くて本当にそう、いろんな姿を見せてくれてね、絶妙だよね。なんかいいよな、うん、いいとこしかないですよねサレンさんは本当に、うん、いいな。じゃあ続きまして、プリコネームショタじゃないよ、ショータだよさんからいただきました。ありがとうございます。本当に本当に美食伝の皆様、おいっす、おいっす。私の推しプリはエリコです、うん、というのも私がプリコネを始めたきっかけがアニメ第5話のエリコを見て一目惚れしたからです。おエリコってなんだか怖いイメージがありますけど、実は優しい一面も持ってて料理もできて家庭的ですよね。愛が重すぎるけど笑そんなエリコにいろいろ尽くされたいです。かっこお仕置きされないように注意しながら。いや、うん、あの5話で一目惚れってなかなかの強者ですか。あの指輪、指輪ですか。のえらい子ちゃん、なんかすごい動いてるけど大丈夫、ね、いい、かわいいですけどね、はい。続いてプリコネームチャブダイクルリンパーさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝美女三姉妹の皆さん、おいっす、あら、おいっすそうです、そうです、おいっす、どうもどうも、どうも、よくわかってほしい
初投稿でした、はい、ありがとうございます。自分の推しプリは美里先生です、うん、優しくてふわっとしたお姉さんドストライクです、うん、回復キャラとしても火種の多いタンクキャラを守ってくれてとても助けてもらっています、うん、美里サマーエールも最高のイベントでした、うんうん、ねえ星6才能開花はまだなのでどんな性能になるのかすごく楽しみです、うんうん、自分は一人っ子なのでそのせいかお姉さん系のキャラを好きになることが多いのですが皆さんは綺麗なお姉さんは好きですか？好き！好きです！好きです！好きです！好きだ！むしろ嫌いな人いるんですか？いいですよね。いいですよね。美里先生性格が良すぎて、いや本当に優しい、本当に包容力綺麗、美里と書いて包容力と読む、新しい読み方です。続きましてプリコネームアメシャさんからいただきました。ありがとうございます。僕の推しは初音やしずるなどいますが今一番の推しは誉れです。おお、いいですね。誉れの戦う時の余裕そうな表情がかっこよくもあり怖くもありますがたまに見せるノリの良さとか本当は優しそうなんじゃないかなって思います。実装楽しみにしています、ということで。そうよ、あもうこれはじゃあ、うん、スペシャル映像をご覧になっても震えたのではなかろうか。聞いたー、来たーって言ってね、実装されますよね。いやー嬉しいですね、来ますよ、楽しみ、うんうん、いいですね、楽しみ、ぜひお迎えできますように、お迎えできますように。そっか、11月4日ってことはあれプリフェスがもう昨日か3日で終わった、できてますように、できてますように、とにかく来てますように、来てますように、できてますように、お願いします、うんうん。続きましてプリコネームなっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。美食殿の皆さん、おいっすー、おいっすー。私は初音ちゃんが大好きです。初音ちゃんの誕生日には毎年ケーキを買ってお祝いしています。一生好きでいられる素敵な女の子なのでもっともっと活躍してほしいと思ってます、うん、なんか素敵な、いいですね、ケーキ買って一緒にお祝いするっていうのがなんか女の子っぽくていいね、なんか女子会って感じ、女子会、いいですね、いいなー、きっとね、初音ちゃんグッズとかを飾りつつなのかな、ね、やってくれてるのかな、楽しいな、いいな、愛されてるね、うん、続いてプリコネーム炊きたておにぎりさんからいただきました。ありがとうございます。まおさん、みくさん、りかさんも、はじめまして。はじめまし て, まして。僕はちょうど1年前にプリコネを始めたのですが、うん、無事ランクもカンストし、キャラのランクか、プレイヤーレベルか、うん、確かカンストし、毎日可愛いキャラたちに癒されています、うん、は特に大好きなキャラはキャルちゃんでーす、うん、第2部第5章の告白シーンは涙なしには見られませんでした、うん、ラジオもアーカイブを車の中で楽しく聞いています。寒くなってきましたがお体にお気をつけてこれからも頑張ってくださいと、いただきました。ありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いやもう本当にいい子よね、照れくさいっすけどね、本当に可愛い、可愛い子だしさ、うん、本当にもう、いや最近本当丸くなったというか、はい、まあなんかこうシェフィーもね登場してから、はい、ちょっとまた新たな一面なんかも出てきたりしてますし、ね、時々一番最初のストーリー見返すと尖ってんなって思ったりもするので、よかったら、うん、見返してみてください。キャルちゃん、キャルちゃん、ありがとう、キャルちゃん、いつもいつもありがとうございます。以上、今回の番組前半は推しプリをお届けしました。お気に入りのキャラクターに出会ったら投稿お願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。プリコネインフォメパート1。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ガチャ情報です。現在1日1回10連ガチャ無料キャンペーンを11月10日4時59分まで開催中です。期間中に開催しているガチャの10回引くを1日1回無料で引けます。最大70連を無料で引けるこの大チャンスをお見逃しなく。またキャンペーン期間中にログインをしていなかった人に限り11月30日まで最大70連ガチャを無料で引くことができますよ。今からプリコネを始めた方も70連ガチャが無料なので、ぜひこの機会にプリコネを始めてみてくださいね。ストーリーイベント情報です。現在ストーリーイベント魔法少女ガイデンマジカルノワールズを開催中です。
今回は特別な衣装に身を包んだイオちゃん、クーカさんが活躍しますよ。ぜひプレイしてみてくださいね。星録情報です。11月8日にアリサちゃんとモニカちゃんの星録才能開花が開放予定です。星録に才能開花するとステータスだけではなくユニオンバーストも強化されますよ。ぜひアリサちゃんとモニカちゃんをさらにパワーアップさせてくださいね。またこちらも11月8日にメインクエストベリーハードにディズタル加食丸南部 29-1、29-2 が追加予定です。 29-1 ではアリサちゃんのピュアメモリーピースを、 29-2 ではモニカちゃんのピュアメモリーピースを獲得することができますので、ぜひ挑戦してみてください。アップデート情報です。11月11日に魔法少女に変身したモニカちゃん、ともちゃんの専用装備が追加予定です。専用装備をつけることでステータスとスキル1が強化されますよ。ぜひ魔法少女姿のモニカちゃん、ともちゃんをパワーアップさせてくださいね。以上、フリコネインフォメパート1でした。この後もゲームの最新情報をお伝えします。最後までお聞き逃しなく。ではここで1曲お聴きください。ストーリーイベント魔法少女ガイデンマジカルノワールズエンディング曲、イオ CV 伊藤静香さん、シズル CV 名畑ひとみさん、クーカ CV 長妻樹里さんでグリーディーラブ。ということでグリーディーラブを聴きいただいたんですけども、なんちゅう歌詞のなんちゅう曲を歌わせるんや、ほんとね、切れちゃう、はぁってなっちゃう、はぁ、はぁ、この3人でこの歌詞でかわいい、たまらないな、たまらない、すごい、これはありがとうございます。こっちゃごちそうさまです。プリコネチャンネル未来軍。では今回の後半はこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです、うん、今回はお題、岸くんがプリンセスに悩み相談、一体何を打ち明けるの特集です、はい、ねえそれ悩みと突っ込みたくなる回答も多く寄せられています。おー、ほー、前と一緒ですね。変わらず、なんで岸くんだとちょっと様子おかしくなるんだろう。変わらずですね、うん、じゃあ早速、プリコネームジェイデンアットマーク闇プリン製造所さんからの、岸くんがエリコに悩み相談、一体何を打ち明ける。たくさんの女の子と仲良くなりたいんだけど、紹介してくれないかな。エリコに、エリコに、そう、うん、ちょっとしばらくあの山とかに隠れてた方がいいかもしれない。命が危ないんで気をつけてください、うん、後ろに。続きまして、こちらもプリコネームジェイデンアット闇プリン製造所さんからの、岸くんがアンナに悩み相談、一体何を打ち明ける。中二病っていう言葉の意味を調べてるんだけど分からなくて、どういう意味か知ってる？
えぐるなえぐるな。聞く人ま間違えまた間違えてるんだよな。お続いてもプリコネームジェイデンアット闇プリン製造所さんからの岸くんが秋野に悩み相談。一体何を打ち明ける？最近できたお店に行きたいんだけど道に迷っちゃって一緒に行ってもらえないかな。待ってください。発想が先週のリッカ様と全く一緒なんですけど。一緒。おお。キシ君と。ま、ほら、まずたどり着けるといいな。まあ、そうですね。たどり一緒。たどり着けはするだろうな。続きましてプリコネーム闇のユニーちゃんさんからいただきました。キシ君が宮古に悩み相談。一体何を打ち明ける？プリンとプディングって何が違うの？これ、夜が明けるのでは。うん、教えてあげるの。全然違うの。ちょっと聞いてみたい気もします。そうですね。続いてもプリコネーム闇のユニーちゃんさんからの岸くんがクレジットさんに悩み相談。一体何を打ち明ける？かおりちゃんをお迎えする際に借りたお金、今月はリボ払いにしてもらえませんか？やめとけ。リボはやめといた方がいいよ。やめといた方がいいし、もうなんでそういう絡みのあれは全部クレジットさんとか木野さんに行くんや。やめな。やめな。そういうのやめなよ。じゃあ最後いきますよ。ブリコネーム岸太郎さんからの岸くんがペコリーヌと秋野とクレジッタに悩み相談。一体何を打ち明ける？お金欲しい。いやダイレクトおやめなってだからやめなって。そうだペコリーヌもいいや。メンバーで分かっちゃうから。そうもう国の金を本当に欲しいと言うな。なんてことをするの。もう最近はもうコロスケたかっちゃいけないって覚えてくれたんだな。もっと行けるやん。そう行ける人たちいたわ。もっと額いける人たちいたわ。ダメだよ。ダメダメダメよ。ところ成長して。本当にやめてよ。景色からということで、以上プリコネ大喜利でした。プリコネ大喜利現在募集中のお題は、岸くんがプリンセスに悩み相談。一体何を打ち明ける？プリンセスが懺悔室で懺悔。何があった？または何と言った？そしてゲストさんがいらっしゃった時の誰々が美食殿に加入したらです。楽しい回答を思いついたら投稿お願いします。さて続いてはお待たせしました。ゲームをプレイしていて、あるいはアニメを見ていた時に真央さん演じるペコリーヌにハグされて慰められたいことを送っていただくペコリーヌのギュってしてあげますです。してしてよ。 よしハグしたろ気合の入れ方が男前。よし男前プリコネーム美食伝しかかたんさんからいただきました。ありがとうございます。まおさんみっくりっか様おいすおいす。私は就活シーズン真っ只中の高校3年生です。かっこ調理師目指してます。すごい、うん、就職したお店は決まっているのですが、今の社会の状況的に飲食店の就職が難しくて正直ビビってます。ラジオネーム通り美食伝が大好きなのでペコちゃんに応援されたら頑張れると思います、うん、なのでこれからの面接などを控えてる私に応援の牛をお願いしたいです。よろしくお願いします。よっしゃ頑張ってほしいですね。ね、頑張ってほしい。そうよね。これはぜひともしてあげてくださいませ、はい、それではペコリーヌのギューです。どうぞ。美食伝しか勝たんさ、さあさあ私の胸の中にどうぞ。ギュー。大丈夫ですよ。自分を信じて気を合わす頑張っていきましょう。不安になったら私やコッコロちゃん、ケルちゃん、シェフィーちゃんを思い出してください。ずっと見守っていますからね。キュー。元気と勇気注入です。シュッキシュッキこんなことされたらシュッキになっちゃう。ちょっとでも本当にされたら最初の一つ目のあれで、うん、もうあと入ってこないから。もうおいで
と牛の、うん、最初の牛の時点で、うん、もうちょっと後の言葉入ってこないかもしれない。アーカイブ聞きながら興奮しちゃって。いやちょっと頑張って ね、 ってなってもらった。そうですね、暁にはちょっと美食をぜひ作っていただいて、それを俺の後ろには4人がいるって思ってそう面接守ってますんで頑張ってください。頑張って。以上、今回の番組後半はプリコネ大喜利とペコリーヌのギューってしてあげますをお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネインフォメパート2、キャンペーン情報です。探索ドロップ料2倍キャンペーンを11月6日4時59分まで開催中。キャンペーン期間中、探索クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。ここからは10月25日に公開しましたプリコネ秋のスペシャル映像でも発表していたキャンペーン情報です。ハードクエストドロップ量3倍キャンペーンを11月5日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、メインクエストハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の3倍になります。そして11月5日から11月10日4時59分までノーマルクエスト装備アイテムドロップ量4倍、マナドロップ量2倍キャンペーンを開催予定です。キャンペーン期間中、メインクエストノーマルをクリアした際に獲得できる装備アイテム報酬の量が通常の4倍、マナドロップ量が通常の2倍になります。さらに11月10日から11月15日4時59分までベリーハードクエストドロップ量3倍キャンペーンを開催予定です。キャンペーン期間中、メインクエストベリーハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の3倍になります。さらにさらに、11月10日から11月15日4時59分まで成績調査神殿調査クエストドロップ量3倍キャンペーンを開催予定です。キャンペーン期間中、成績調査と神殿調査クリア時に獲得できる報酬の量が通常の3倍になります。これらのキャンペーンを駆使してキャラたちを強化しちゃいましょう。以上、プリコネインフォメパート2でした。プリコネチャンネルリライブ。さて、今回はプリコネームオクラハマミキさんからのリクエストで、発売中の CD プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング22よりシーズザデイを聴きながらお別れです。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければ、スタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームチャブダイクルリンパさんです。はい、どうも、美人三姉妹です。そう、どうも。別に褒めてくれたからじゃないんだからね。別に内容で決めてるから。ちょうどすごいぞこの3人。ということで、プリコネームチャブダイクルリンパさんは、プレゼントアットマーク響き -radio.jp、プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第216回は11月11日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。最後にゲストのお知らせです。前回もお伝えしましたが、次回空花役長妻ジュリさんがいらっしゃいます。わーい。空花さんについての長妻さん宛てのメッセージ、オープニングショートドットントンコント台本や、空花が美食伝に加入したら普通のお便りなどなど、投稿は今すぐお願いします。お願いします。今後もゲストの方をお呼びする予定ですが、ゲスト決定のタイミングやイベントスケジュールの兼ね合いのため、告知が遅くなってしまう場合があります。そこでこのキャラについてのメール、ドラマ、大喜利を送っておきたいという場合は、告知を待たずにどんどん送ってみてください、うん、見てくださいすべてスタッフさんがストックしてくれます。はい、お願いします。ではプリコネチャンネルリダイブ第215回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、Q
キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやちょっとナビめっちゃ良かったね、面白かったですね。いや、じゃあ私たちはですね、贅沢にもナビじゃなくて助手席に、でなんかこういてくれたり、そう助手席でなんかこっちだよって地図とか見ながらナビとか見ながらしてくれるなら、素晴らしい。誰がいいですか？あー、素晴らしい。あのさらっとよって言われた。自分が運転するってことでしょ。あ、私運転するのか。私が運転するのか。どんな気持ちなんだろう。ちゃんと運転できるのか私。運転ってどういう気持ち、どうしよう、どうしようかな、どうしよう。はさらっとって言われれば言われるほど焦る。焦って悩むっていう。あー、そうだな。いや、意外にスズメ。お、あ、なんか隣でみたいな、なんかちょっと悪い想像をしてリアクション取ってくれそうだから、うんうん、なんかすごい安全運転できそう。なるほど。確かに慎重に、慎重になりそう、しないといけないかなって、うんうん、かな。私はもう隣でもうレイさんとか、お、もう落ち着け大丈夫だってか、こう大丈夫だいいよっていい、もうそれ教習所の先生みたいな感じ。完全運転で、え、これ私じゃウイカ出てる、ウイカ出てる言ってくれる、いいですね。いいな、確かに。まことさんとかレイさんとか、こう、あ、頼もしいね。頼もしい人に、のぞみ、おお。ちょっとだいぶ優越感ですけど、確かに彼氏面で、彼氏、彼氏、これぞ彼氏面ですけど、歌ってくれるんだろうな。ちょっとなんかね、かけちゃったりなんかして車の中で音楽乗ってる姿みたいですね。そんなことされたら楽しくて絶対事故る。ダメだダメだダメだ、それはダメだ、終わろう、事故はダメだ。そう、いやでもやっぱはかどりますね。そうですね、今日も幸せだった。うん、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。